皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、最強の集まる集客の秘訣は、みんなが苦手な○○力です。というお話をしていきたいと思います。えー、と今日のテーマはですね、えー、頑張って集める集客のお話ではなく、勝手に集まる集客のお話になります。これ、おそらく皆さん、 やりたいですよね集めるっていうと疲弊しますしね SNS でも頑張っていくことになっちゃうのででじゃあみんなが苦手な丸々というねこれは一体何なのかっていうね、あのー、集まる集客のためには絶対に必要な力です。今日はそれを、えー、自分の、ね、体験とともにお話をしていきたいなというふうに思ってますので是非、はい、楽しみにして聴いてくださいはい。 ととといいいうことでじゃあ本編に入りたいと思います、えー、最強の集まる集客の秘訣はですねまる力何なんだっていう話なんですけどズバリ結論から言うと継続力です、はいあのー、継続力の話は何度もテーマに出して言ってるんですけれどもそれでもやっぱりみんな,なんかあの割とさらりと聞いちゃうんですよね。 さらりと聞いちゃうから、えー、初回面談の方とかあの最近またちょっとやってるんですけれどもその時にいろいろやったってどれぐらいの内容と量をどれぐらいの期間やったかっていうとそのいろいろっていういろいろがそもそも数が足りないまずね聞くと。 あの数足りないです特に審議会議の方なんてご本人がちょっと頑張ってるつもりでもめちゃめちゃ埋もれます前から頑張ってる人がもっと激しくやってるから目立つわけがないということで目立たないから見つかりませんっていうことですよねでじゃあどれぐらい頑張ったのって3ヶ月とかや,やってて半年ですねでそれもあの量が足りてなくて 期間も3ヶ月レベルとかでできないとかって言われちゃうとですね、あのそんなに簡単になんで集まると思うんですかっていう話なんですよね。だから、計測しないとその成果と効果が最終的に見えてこないんですよ。スパンとしてはロングスパン、1年とか3年とかそういうレベルです、はい。いやいやいや、そんな待てない、死活問題、稼げないと一家路頭に迷っちゃう。 っていう人は超激しく短期集中で皆さんがねどれぐらいの量をじゃあ例えばアップしていてやってるのか以上の露出量が必要になるのでそれだけの行動をガッツガツにやっていて集まんないですと私に言ってきた方はいません大体いいやってないですよあのできないっていうか集客できてないとかっていう人ははいなのでまあ皆さん苦手な継続力です 折れない心を持って長期的に大量発信を成果が出るまで続けられるかってこれ結構ね大きなポイントなんですよ。あのうまくいったら大量投稿楽なんですよ。見てくれてる人がいるしやりがいが出るから。問題は出だしのほとんど見てもらえない時に心折れずにどれだけ大量投稿できるかっていうここが結構問題なんで。 集まる集客をやるためには継続力が必須です。でじゃあ今日ねなんでこのテーマにしようかと思ったかっていうと私が実体験で感じたあの話があるので、まあ、クライアントさんの話もあるんですけどねちょっとそれをね例にお話をしてみようかなと思うんです。えー、と今日ですねお天気が良かったんですよ。 で、えー、と私、まあ、知ってる方は知ってるし知らない方は今初めて聞いたかもしれないんですけれども、えー、サックスをやっています。まあ、これは一応趣味の領域です。一応って言いましたよね。<laughs> 一応なんですがあの私の出版記念パーティーのライブではほとんどセミナーライブという名前なのにほとんどセミナー十何分しか喋らなくてほとんど演奏。 1>, <laughs> 1時間半とか演奏みたいなぐらい、えー、とライブをやります。まあ、それはみんなであの楽しくわちゃわちゃ踊ったりとかしながらパーティー気分の本当にライブ会場みたいな気分でやりたいから、まあ、サックスをねそのセミナーパーティーに取り入れたわけですよ。なので当然そこに見合うだけの、まあ、バックバンドもプロをつけたりとか衣装とか音響とか、まあ、そういうのも全部つけたりとかして、まあ、かなり本格的に それはちょっとずつ学びながらね、その状況にしてきたんで、まあ、趣味とはいえ、かなり本気にやってます。ということは、普段の練習が欠かせないわけですよ。まあ、あのこの動画を撮ってる時点で、3年半ない、3年4ヶ月ぐらいになりますけれども、あの3年4ヶ月の間、まあ、一番頻度を入れてる時には毎日練習してました。 インド入れてない時でも3日は開けたことがないですね。えっ、ー、と、コロナの期間で仮住まいに、あの、本当の家の方ですね、全面改装するために仮住まいに行った時に、どうしても、あの、音を出せる環境が作れなくて、月に4回になっちゃった。1週間に1ペしか練習できなかった時、この時以外は3日開けてないですね、練習を。っていうぐらい練習はしています。ちなみにね。で、その練習を、 ま川でやるんですよ。私鶴見川の近所にいるマンションにいてるんですけど、川まで歩いて3分ぐらいのところなんで、その土手の橋がかかってるところが音響がこう。響くような音の響きになるので、よくそこでね。ちょっと隙間の時間ができたら練習しに行ってたんですよ。ちょっとの隙間時間ってことは？まあ、日中より後ろの方夕方近くが多いんですけれども。まあその私の不定期なバラバラな時間で。 吹きに行ってたんですよで今日たまたまなんですけどねあのバーベキューをやってる、まあ、友人家族の8人ぐらいかなそのメンバーの一人が、えー、っと私がねいつも吹いていたところでバーベキューやってたから私違う場所でまあ静かに練習をしてたんですよあそこでやりたかったんだけどなとか心の中で思いながらねしたら声をかけてきて、あのー、すごくね音色を聞いててよかったんで あのよかったらねぜひこっちこっちっていう予想私がいつも吹いてたところですよバーベキューやってるとこそっちにあのみんなで聞きたいからこっちでね吹いてくれませんかみたいな感じで言われて、まあ、私普段人前で吹いてるから別に大丈夫だし、まあ、いつも吹いてるとこでどうせならやりたかったから、まあ、いいですよって言って吹いたんですよでその時にそのメンバーの一人がえー、っとまあねお姉さんとか呼んでくれてるんですけれどもお姉さんは あのどういう時にこれ引いてます吹いてます?」って言うから、うん、バラバラ平日の夕方とかそれが2時とか4時とか5時になったりする時もあれば今日みたいに週末になる時とかもあって決まってないんですよねって言ったらその中のね一人の男の人が「あやっぱりそうなんだ」っつって言って「ああの僕結構聞いてたんですよ」っつって言って「あ そうなんですね橋の上を通ってると音が聞こえてきてたとただどこから聞こえてきてるのか下っていうのでその,その状態をね見に行こうとか思うときにはいなかったりいつならいつなら聞,聞くことができるのかっていうのすら分からずラッキーで聞けるとあの聞きたいなと思ってずっと言ってて要はあの私がいつも同じ時間同じ えーまあ、時間と、まあ、長さですね出没してれば彼は多分あのその時間に合わせて私に会いに来れば私ともっと早く会うことができたんですけど寝室と鬼没なわけですよ。でその私とようやっと今日を今日をちゃんとご対面おしゃべりすることができたんですよ。すごく聞きたかったって言われて、まあ、ちなみに今日のメンバーには。 あのすごくいい内容でお金を払ってでも聞き,聞きたいぐらいお得な内容でしたありがとうございましたとかね言われたんですけどでその彼はじゃあどれぐらいの私を探していたと思いますこんな不定期でめったにその橋の下で吹かないでも聞きたいと思ってでもねそこを聞きに行こうと思ったらもういないみたいな感じのこの状態ですよ。まあ、いわゆる今ね ストリートピアノの人たちも多分突然そこに行ったりとか前予告とかねある場合もあるんですけどない場合は突然弾き始めるから似たような状況だと思うんですけど1年半ですその方が私を探してたの。でこれは彼に限ったことじゃなくてランニングしている女性とかにもね あの前からずっと声かけたかったんですって言ってあのどっか遠くまで行っちゃって通り過ぎちゃった後に「あ始まった」って言って戻ってきたって言って声をかけたかったって言って私この曲がすごく好きなんですよって言ってくれた人とかあとやっぱ同じように橋の上をなんか歩いて通ってる時になんか音が聞こえてくるみたいなね感じで下で吹いてますから橋の下で吹いてますから。 でその人はその場で行動してタタタって降りてきてくれてあここでやってたんですねって言って声をかけてもらったでもその彼も1年越しですはい1年越しなんですよしかも期間って言えば真夏と真冬は川では吹かないので、まあ、だいたい4567ギリ暑いから無理かもしれないっていうのと涼しくなってからの91011これぐらいまでなんで年間の半分ぐらいです 川で私の出没に出会うことができるのがそれがその出会いたくっても出会えない状態が続いてるけど心には残ってるんですよ皆さんの。でようやっと会えたっていうことですね。では、まあ、その方には今度あのもう確定的に来るみんなで集まるイベントがあるからそこには確実に来てるよって言ってあらかじめ日時を伝えることができたので「いやもうぜひ聞きに行きたいです」って言ってまた来ることになったんです。 でも、彼は私に出会うまで1年半かかってます、はいで。これは何を言いたいのかっていうと、なぜじゃあ彼は私と出会うことができたんでしょうかっていう話です。まず、心に止まるような演奏ができていたっていうのはまあ大前提ですけれども、聴きたいと思っている潜在需要があったわけですよね、彼の中に。でも、私が不定期で、バラバラで、あの空いた時間を隙間で行くから、 聞聞きに来よようと思ったったて聞けないんですよだけど継続はしてたからようやっと出会うことができたっていうそういう状況なんですね。じゃあこれ皆さんの集客の状態を当てはめて考えてみると特に初期の方で「うんと来ないんですお客さん来ないです」って言ってる人で量が足りない人はこの私のように 出没の日程も決まっているわけじゃない必ず一定のじゃあライブをやりますとか必ず一定の時間にドロブログ書きますとかそれも淡々と大量にやっていれば探される確率高いんですよだってそこに行けばわかいるって分かるじゃないですかで私の場合には続けていたから3年ちょっと続けていたからその人ようやっと会えたんですよつまり あのー、未来のお客様と会いたかったらある程度の量の投稿とある程度の継続があって初めて集まる集客が成り立つんですよ。潜在的に会いたいなと思っている状態をどれだけ大量に作ることができて初めて探してもらえることになるので自分の発信が先なんですよ。でやめない 3か月とかで成果が出ないからやめるっていうとまたゼロになっちゃうから淡々と続けるっていうこの継続力が最強のの集集まる集客の秘訣です、はい、あの私のクライアントさんのメンバーでも集まる集客ができている人は例えば淡々と2年ずっとブログ毎日書いてるみたいなタイプの人とか淡々と、まあ、私の場合には特に YouTube が多いので YouTube とか年間1000本上げましたよ1年間で。 でその大量の投稿が後で見つける人にとっての、まあ、指標になるからそれでウェブ上なら見つけることができますけどねだからこうやって私の実際に吹きに行くっていうこのリアルの私を探すっていうのは川の底にいるっていうのはわかるんだけれどもその場所にいるはわかるけど何時に来るかわかんないんですよだからレアなんですよね。 皆さんの活動が頻度が少なすぎたり、バラバラに動いていたり、しかも継続してなかったら、まず見つけてもらえないんですよ。これを理解してほしいんですよね。で、これを理解せずして、なぜ集客できない、諦める、SNS 疲れたとかっていうのかが、私にはよく分かりませんっていう状態です。だって、相手の人の身になってみればですね、あのその皆さんの発信、 なんて別に気に留めてないけど目に入ってくるっていうぐらいの領域にならない限り見てもらえないんですよまあ届けるあのダイレクトに届けるんだったらできるかもしれないですけどね自然に目に入ってくるっていう位置にいないといけないですよだから今回川で私を見つけることができた彼はいつか私に会いたいと思っていた で、今回それで会えた、もしかしていつも吹いてたのはあなたですかと言われたから、そうですっていう話になったわけですよ。やっと人間、音と人間の特定がやっとくっついたみたいな状態になったわけですよ。それは私がやめてないからです。はい、でこれは川でやってると、結構いろんな人にやっと会えたとかよく言われるんですよ。それぐらいレアキャラな状態なんですけどね。だから皆さんもやり始めて 対してやってない人ってほぼレアキャラに等しいから相手がどうして探してくれると思うのかっていうのがちょっとねあのそこ分かんないですよね。うん。なので集まる集客は相手が探してくれて自分にたどり着いてくれるから制約率がめちゃめちゃ高いんですよ。だって探して探して会いたかったっていう状態になるわけですから。 だから集まる中期区の秘訣はもちろんコンテンツがいいということが大前提にはなるんですけれども継続しない限りあり見つけてもらえないんです。はい、だからそこに多分必要なのがメンタルですね。折れないメンタルです。はい、あの注目してくれるかどうか分からないけれども頑張るっていうのは、えー、未来にきっとこの人と会えるって信じてやるしかないので。 もちろん確率が高いところに露出する必要はありますけれどもね。だから、あ,のあまりにもその量が、ね、足りてないなっていうのと、頻度が足りてないなっていう人多いなと思います。あと、今日の私の話で分かったと思うんですけど、同じ場所、同じ時間に出没し続けるっていうのが見つけてもらいやすいコツです。はい、私の場合、バラバラだから、バラバラだからみんな探せないんですよ。これで私が えと毎日例えば平日の何時にはここにいるのが当たり前っていう風になったら本当に聞きたい人はその時間を自分が作ってくれば私に会えるので私がその設定をすればいいだけになりますからこれ SNS も全く一緒ですライブとか単なる投稿でもいいんですよ毎,毎回何時に投稿するっていうのが習慣化していると探しやすいです。 ちなみに私あのメルマガとかねあのブログあと LINE とかも何曜日の何時っていうのが、まあ、ずれてますけどねいろいろメディアンってそれ決まってますはいなのでその人たちは飽きたなっていう習慣で読むっていうねそういうことはできたりとかするんですよだからあの皆さんの場合、えー、っとその習慣ができるっていうところまでみんなが認知してくれるまで継続しないといけないんですで今のところ えと私のクライアントさんでよく成果が出ている人、例えばインスタライブね、15分でもいいから1年続けたとか、そのレベルです。はい、だからそ、そのレベルになっちゃうと、もう好きで人がそこに集まってきて、で聞いてるうちに信じるわけだから、まあ、そのうちダイレクトメッセージとかで、こういう講座ありませんかとかっていう、あなたのコンサル受けたいですとかっていう風になったりとかね、したりとか、まあ、コンサルっていうか、まあ、教室の場合には、教室に参加したいですとかって。 いう感じになるので信頼関係がなければ人って申し込みをしないのでまず信頼関係を作るためには自分が継続的に情報発信ないしは露出を続けるということが大前提になります。だから今日は声を大にして集まる集客の秘訣は継続力だというふうに言っております。はい、これ難しいんですよ。でじゃあなんで最強って言ってるかっていうとみんなが 苦手って言いましたよね、私ね、タイトルで。やらなくなるんですよ。だから、ただ続けていれば勝手に勝つんですよ。皆さんが脱落していくから。私、そのタイプです。あのメルマガとかもや、皆さんがやめなければ8年続くメルマガです。800通のステップメール組んでますから。そうすると、それだけの量を組んでる人っていないんですよ。いないんです。だから、 私と誰か違う人のメルマガとかをね数十人同時に取ったとしてもどん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 みんながメルマガ途絶えていきますなのに私が永遠に届き続けてるんですよだって今も重ねてってるから。 そうすると、その人が辞めない限り私の情報が届き続けるということは、その人が必要なタイミングになったとき、私がこう募集をしますよっていうふうに言ったときに、あ今だって言って申し込まれるっていう、その仕組みなんで、あなたの情報を聞き続けたい人をどれぐらい手元にいつも持ってるか、これが、えー、無理して集客をしなくても済む、その人たちに情報だけを発信すれば予約が入っちゃうっていうことのシンプルなメカニズムです。 じゃあこれなんでみんなやんないのって思いますよねやや。やれないんですよ。継続できないから。理由はいろいろです。心が折れるからとか、あのしなきゃいけない義務感で疲れるからとかね、いろいろあるんですよ。だから自分のためにやろうとすると、やんなくちゃっていう義務感でやろうとすると続かないんですよ。それが役に立つ。 聞いてる人のために役に役立つとか私も今これを喋ってる皆さんが集客に困ってる人に、えー、ヒントを少しでも与えたいと思っているから熱を込めて喋ってますよ。これ、義務感だけだったらやらないんですよ、面倒くさいし、うん。だけど、それを聞くことによって別に私のコンサルを受けなくてもそうだと思って継続だって言って頑張ったら多分変わるんですよ、人生とか。 集客状況もだからその知恵としてお伝えしているしとても簡単にできることだからものすごいスキル身につけろって言ってないですよ継続なだけですよこれ誰にでもできますよねだけどみんなやらないしできないんですだからやると一人勝ちっていうのはそういう意味ですわかりますかねこの感じはいなのでえー、っと集まる集客をしたい楽なんです集まる集客は信じてもらってるから なのでその状況を作りたかったらあなた自身がまずは継続して一定の感じできれば日時が同じ一定のとこで発信し続けるこれができると最強ですっていう今日のお話でした、はい、ではまとめていきたいと思います、えー、最強の集まる集客の秘訣はみんなが苦手な継続力です、はいえー、とこれ大体1年スパン以上で考えてほしい内容なので すぐに成果が出ない、効果が出ないっていつも言って、それでまた違うツール使っちゃったりするタイプの人は、ぜひここはですね、あのちょっと気をつけていただいて、そういう体質に変換したいんだったら、継続力を高めていただければというふうに思っております。それでは